ポポルさん、ヨナの咳が止まらなくて。ああ、それは大変ね。よければ薬をもらえませんか。それが、申し訳ないけれど、南門のあたり。わかった、すぐに取ってくるよ。エミール？大丈夫？はエミール！病気とかではないみたいね。目が見えない状態で走って。大丈夫？見え…ダメだよエミール。見えるんです。僕の耳がこの圧力…早く…来たぞ。外だ。魔物が襲ってきてる。おい、どういうことなの。説明は後で。みんなを早く図書館へ。それから誰か、ヨナ、私が迎えに行く。お前も無…はい。このままじゃ村が。こんな雑魚ださっさと倒すぞ。魔物だ。村の中に魔物が来たぞ。逃げろ、逃げるんだ。知らせてやる。貴様らなぞ我らの敵ではあらん。投げ切ってやる。雑魚どもが己を知れ。妻を、妻を探してくれ。敵も通さない。
目だ。怪我人を図書館へ早く。再生する魔物、聞いてるのか聞いてないのか分からぬな。じゃあ分かるまで攻撃するだけだよ。
の中に魔法弾を叩き込んでやればいいんだ。図書館には行かせない。全然効かぬぞ。じゃあどうすれば。そうじゃないか。え？アイネ。侮っておると痛い目を見るぞ。聞かないんだったら聞くまでやればいいんだ。俺は指揮を鼓舞してくれておるのか、それともただの向こう水か。どっちでもいいさ、行くよしろ。図書館の方に向かっておるぞ。行かせない。あっちにはヨナがいるんだ。ケツ洗って待ってろ。こっちなんだ。僕が言うでない。少しはマシな切り方を覚えたようだな。褒めてくれてありがとう。もう少しだ、押せ。カイネがいると百人力だね。このまま押し切るぞ。
図書館の中に魔物が。あ、ヨナ。頭だけになってもまだ生きておるぞ。地下から出られるはずだ。いいね、地下室だな。よし、早すぎる。どうすれば。
前、何やつ？ヨナ！ついにここを。久しぶりだな、城の所用。誰だ貴様は？我は黒の将、お前自身だ。何だと？城の所用、まだ思い出さぬか、我らの真の目的を。やるな、デタラメを言うでない。よほど思い出したくないらしいな。誰かを傷つけてしまうからか。そんなこと、バカバカしい。我らは魔王のために作られし書物、あの方以外を向く心など生まれるはずもない。魔王、思い出せ、我らが目的を。我らが目的は白と黒、我らが融合し世界に魔物を解き放つ。融合し魔物を解き放つ。いかん、そんなの。お前が小僧と出会ったのも、封印されし言葉を集めさせたのも、全て我らが王の意志。我らが魔王。いざ行かん。我らのあるべき姿、正しき世界の姿へ。お前も我と一つになるのだ。一つ。シロ、このクソボン。かいね、このクソボン。肝心な時にわけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ロクスポ役に立たないんだったら巻き代わりに暖炉にぶち込んで本気でもえすぞ、このクズ神。お前のその口は私たちに嫌味を言うためにあったのだろう。お前のその頭は私たちへの説教でいっぱいだったはずだろう。仲間を忘れて魔王がどうだのこうだのと眠たいこと言いやがって、ふざけてんじゃねえぞ。我らは統合されたシステムであり、正しき楽園を取り戻すための書なのだ。我らが一つになることは世界の必然だ。正しき楽園。そうだ、そのために我らはある。行かないで、シロさん。誰？いいです、僕のこと忘れたって構いません。でも僕は忘れませんから。何があったって忘れない。シロさんがシロさんであることは僕が覚えてます。だからどこまでも追いかけて思い出させてあげます。戻ってきてください。
おい、シロを止めろ。このままだとあの黒いやつにシロが取り込まれるぞ。そうだ、そのまま我と一つになるのだ。ついにこの時が来た。統合されし我らの力を見るがいい。シロさん、シロさいぞ、シロシロと気安く呼ぶな。我が名はシロの書だ。シロさん。シロ。カイネ、お前はどさくさに紛れて役立たずだのクズ神だの言いたい放題であったな。小僧、また会えたな。シロ、大丈夫なの？その質問そっくりそのままお前に返そう。まさか我らは二つあって初めて一つになる存在のはず。知るか、我はお前ではない。我は我だ。そして我には仲間がいる。シロさん、頼りなく我がかけたくらいで動揺する。シロ、誠に遺憾な奴らであるが我の仲間だ。我はこやつらと共に戦う、そう決めたのだ。シロ、真の記憶なくしたわけではあるまい。そんなに覚えておいてほしくば、ページの端にでも書いておけ。まずは周りの邪魔な奴から蹴散らすのだ。魔力が使えぬ。奴め、封印されし言葉を奪い寄ったな。僕が何とかする。その程度で我がひるむものか。
を奪い返したぞ。屋根が崩れかかっておるぞ。気をつけろ。来るぞ。逃げろ。逃げるわけにはいかないよ。急いで型をつけるのだ。いずれにせよ、我々の手に戻ることになるのだ、すべてが。ヨナ。ヨナ。ヨナ。大丈夫ですか？これは血。どうやら私たちの乾杯らしいな。私たち。申し訳ないが、こっちも限界だ。カイネさん。泣くなエミール。最後にこいつだけはちゃんと片付けてやる。エミール。はい。私は。私を石化しろ。私の魔物が封印の礎となってこいつを閉じ込め。そんなこと。カイネ、いけない。そうです、ダメです、いきません。自殺行為だ。お前の力は仲間を守るためのものだろ。カイネさん、早くやれ。でも、もう扉を押さえておくのも限界だ。僕、一体どうしたら。ダメだ、カイネ。そったね、もうそれしか。もう泣くな、エミール。負けるな、強くなれ。シロ。さよならは言わぬぞ、下着女。なんせお前は不死身だからな。ああ、そうだな。
ってろ。待ってろ。帰れ。必ず。するでないぞ。言うまでもなかったな。飛んでおる。
牲者がまた増えたようだな。クソ。ここは危険だ。あ、でも村の中に魔物、しかも甲冑、お前の村も魔王のせいだ。もう妹のヨナが連れ去られてから5年、魔王を探し続けているが、未だ足取りがつかめないままだ。5年の間に世界は荒廃し、国門病で死ぬ人々も増えてきた。そして俺は魔物を狩り続ける日々を過ごしている。その戦いがいつか魔王につながることを信じて。ポポルが呼んでおるのだ。ああ、とんだ足止めを食らったな。ああ、どこかで。当たり前だ。